どうもオキックスです。今日の企画は強豪校バッシュ調査。はい、というわけで今回は静岡県のここ浜松アリーナまで来ました。で、今日は東海大会の出てる選手たちにいろいろバッシュを聞いていこうと思います。で、東海大会は藤枝明誠がいたりとかね、赤間とかプリンスとかいたりとか、あと美濃加茂がいたりとか、中部第一がいたりとか、桜ヶ丘がいたりとか、もう他にもね、留学生たちも盛りだくさんで、かなりレベルの高い大会になってます。で、まあ中にはね、まあ、インターハイ出場を決めてる学校がもう時期的にいたりとかして、かなりその、まあ、夏の全国大会に向けてのね、あのいい試合、バチバチした試合をこれからやってくれると思うんですけども、皆さんまずは強豪校の選手たちがどんな場所を履いて何が良くて何が良くないのかっていうリアルをね、このチャンネル、この動画でお届けしていけたらいいなと思うので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタン、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで本編レッツゴー。桜川高校1番の立山幸喜です。はい、立山くん、おすすめのバッシュ探してるんですけど、はい、なんかありますか？今履いてる GT カットスーパーです。はいはい、おー、 GT カット、はい、これはなんでおすすめなの？これはやっぱ1番はよく飛べるっていうのがあって、これ履いてやっぱジャンプ力が上がったりしたんで、これにしました。まあプレースタイルに合ってるというか、スピードだもんね。他は今までどんな場所入ってたの？今までカイリーセブンとフリークフォーとか、うん、そこら辺が好きだったんです。なんで GT に？いや、最初はなんか GT が今までで一番いいみたいな感じで、いろんな YouTube さ、ああレビューで見て、それじゃあ一回履いてみようかなと思って、で1個前ももう一回 GT で、それが良かったんでもう一個、ああリピートして。へえ、なるほどね。はい、じゃあまあ東海大会、まあ1試合終わったばっかですけど、これ出す頃にはもう東海大会終わってるけど、自分のどんなところを見てほしいですか？やっぱ自分のスピードとハンドリングを生かした1対1、そこからのやっぱセンターとの合わせと、ピックアンドロールした後のパスだったりシュートだったり、その選択肢を見てほしいです。ああいいですね。はい、 OK です、ありがとうございます。はい、で立山くん終わって GT カット履いてましただったんですけども、隣が隣がエグいって。これはジェイソン・テイタムの、テイタムワールのピンクレモネード。おー、いいね。しかもこれ撮影日が今日が6月の17で、これ発売は3です。あ、はい、どうやって手に入れた？公式で買って、練習でも2回ぐらい履いて今日も着きました。大学生や。自分でぼっちった？はい、まあ、お母さんが、おい、なんで最初嘘ついた？はいって思わず言っちゃいました。お母さん詰めてたろ、これは。これはいいね。履きやすい？履きやすいです。でもちょっとサイズミスっちゃって。サイズミスった？ピンクレモネード。ちょっとデカめで。でかいな、これちょっとでかいです。普段はいくつのナイキ？29で、29買ったんですけど、なんかちょっとでかくて。これはこの大会で一番かっこいいんじゃない？レベチ、レベチだろ、これに関しては。もう一人、こうピンクレモネード。お、え、どうやって手に入れたん？お父さん？え、オンライン？ポチポチ？パパママ好きみたいなやつが。桜ヶ丘はマザコンとファザコンみたいな。大丈夫？大丈夫？すごいね、それめっちゃいいじゃん。なるほどね。これもすごいね。ちょ、見せて、もちろん見せて。レブロンのウィットネス。これどうやって手に入れたん？海外から来たおばあちゃんに言ってもらいました。なんか理由渋いけど。おばあちゃんはちなみにどこの国から？あ、ブラジルから来ました。ブラジルとのハーフ？ハーフじゃないか、クォーターです。どことどこの？ブラジル、日本、イタリア、スペイン、あともう一個あるんですけど、わかんないです。え、だってさ、名シルバーじゃんね。オッドアイみたいになってるよ。かっこよ。これ渋いね。留学生もテータも履いてるし。カメラ、カメラ。いい？ナイス？ジャパニーズフェイマス YouTuber で。浜松開誠館高校の2年後藤田です。浜松開誠館高校3年の中路文です。はい、今友達の女の子に僕ちょっと場所プレゼントしたいなと思うんですけど、なんかおすすめの場所ありますか？フィジックスのゲルフープです。おー、後藤さんは同じです。アシックスのゲルフープ。はい。お、
なんかお揃いで買ったとかそんな感じですか？違います。おお、たまたまなんか仲悪いから出さないで仲いいやろ多分。はい、あ、この場所ゲルフープっていうの、はい、良いとこなんですか？軽いです。軽い、あ、ゲルフープは軽い。良いとこなんですか？動きやすいです。はいはい、なんかアシックスってゲルなんちゃらとかいっぱいあるじゃないですか。あのバスケショップ行ったらあると思うんですけど、そのフープにした理由なんですか？ノバとかバーストとかあるじゃないですか。それは履いたことはありません。ありません。やっぱずっとゲルフープってこと？バスケット始めて何年ぐらいですか？もう10、11年やってて、ゲルフープしか履いたことない。それは嘘でしょ。え、他何に履かれてたんですか？逆に過去は。ナイキ。はい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 。ずっとゲルフープ、あの昔のシリーズから。買い替えるタイミングとか教えてください。そこがツルツルになったり、はいはいはい、ここがやわやわやわやったり。はいはいはい。だいたいどれぐらいで場所って壊れますか？1、2ヶ月ぐらい。もっと早い。練習きついからもっと早い。1、2ヶ月ぐらいで場所を買い替えると。ゲルフープってスリムとレギュラーとワイルドがいっぱいあるじゃないですか。みんなレギュラーですか？スリム。スリム。ワイドです。あー、ワイド。あー、いいいい。違いがあっていい。そっちの方がいい。やっぱレギュラーじゃなくてスリムの方が良かったんだ。レギュラーじゃなくてワイドの方が良かったんだ。へー、なるほどね。あとなんか他にこの場所履いてて良かったなと思うなんかエピソードないですか？試合たくさん立ちました。試合立ち、おー、いいね。なるほどね、OK です、ありがとうございます。え、インターハイ決まってるよね？インターハイもちなみにこの場所、それともインターハイ用に新しいので？いや、これで、これで、これで臨みます。 OK です、ありがとうございます。まず自己紹介お願いします。ユーズ高校3年4番の笠野夏実です。はい、あのちょっと友達の女の子にバッシュプレゼントしたいんですけど、なんか笠野選手おすすめなバッシュありますか？ゲルフープです。お、フープ、なんで？自分、前回も行ったんですけど。おお、懐かしい。何年前？2年前、はい、はいはいはい。サポーターをしてるんですけど、うん、サポーターしててもしっかりと着心地が良くて動きやすいっていうのがメリットです。これはちなみにフープの、フープってレギュラー、ワイド、スリムあるじゃないですか、はい、ちなみにこれは何ですか？レギュラーです。レギュラー、やっぱスリムでもワイドでもないんだ、はい、普通のが一番いいんだ。普通が一番。あのやっぱ改めてなんですけど、このフープどんどん進化してるじゃん。2年前よりもどんなところが変わったなっていうか。デザインが、デザインがちょっとずつ変わってます。穴の空き、穴の空きが、通気性が。他は空いてて、ですね、うん、ゲルフープで良かったなっていうエピソードあります？試合中とか練習中とか、このバッシュだからこれができたみたいな。いい動きがある。なるほどね。フープ履いたからミシンで得点を。はい、ああ、OK です。すいません。ありがとうございます。